200です。これ2回やるのきついんだけど。撮り直してます、今。ちょっとアクシデントがあって。2回目恥ずかしいやつ。はい。はい。そう、私が今これ一番大事にしている、ヘラクレスの、パチシラスメテオ系の血統のやつです。うん、これはね、日本オオカミカミくんがプレゼントしてくれたやつなんですけど。そうだね。そう。6月ぐらいに、去年の6月ぐらいに来たんだったっけ？6月23日に交換って書いてあるけど。交換？うん。もうちょっと前じゃない？もうちょっと前か、じゃあ。うん。そう。うちでね、ヘラクレスまだ浮かしたことないんですよ。そうだね。そう。去年、一昨年の夏かな？うん。に、うん、初めてそのクワカップラネットさんで、うん、ヘラクレスだったかなあれ、うん、をペアで購入して、ペアリングもあのガッキーさんにお願いしてやってもらったんだよね、うん、分かんなかったから、超初心者で、うん、であのサーナセットももうやってもらって、うん、でもう何週間後に掘り出してくださいみたいなのも多分前動画では出してるんで、またよかったら、うん、卵も結構取れたんだけどね。そう、卵も取れたんだけど、悲劇はその冬でしたね。やっぱ冬の温度管理だったのかな。一応あったかくはしてたんだけどね、うん、難しかったかな。でもあのプレゼントで出した先の子たちも亡くなってるから、うん、そうだね、もしかしたら そういう、ね、成虫で落ちちゃうようななんかそういう遺伝子じゃないけどあったのかも分かんないけど、うん、とにかくまだね浮かしたことないので、もう本当に頑張ってほしい。そうだね、温度管理は万全なはず、湿度も万全なはずっていう感じ、はい、今は成虫、うちにいる成虫はね、あのね、あれだね、トレーダーで、そう、トレーダーでゲットした昆虫くじでね、そうこの、ちっちゃい子、そう、 B 品って書いてあったね。B 品言うなって。可愛いんだよね、このね、前髪がやっぱね、見てこの前髪、超可愛くない？あのエリさんもね、前髪が好きだって、あ、そうだ、動画で言ってたので、おお、そこ一緒と思ってすごい嬉しくて。あのアングニードケンさんの奥様ね、うん、エリワールドさんっていう動画をあの YouTube のチャンネルありますので、よかったらご覧ください。可愛いんだよね、はい、っていうことで、この子をマット交換していきます、ね、はい、はい、じゃあまずメスからやっていきますか、はい、手袋をやります、はい、はい、オッケー、今日もいいね、魔法が聞いてるね。それ魔法なんだよね。魔法なんで。そう。じゃあまずメスからだね。メスからいきますか。いや、どうかな。大きくなってるといいけど、測る？測りましょう。ね。うん。いやあ。今ちらっと見えたぞ。見えた？あ、本当だ。出てる出てる。上の方に行ったね。よかった、この子が外に飛び出さなくて。だいぶ黄色くなってきてはいるね。おー、じゃあそろそろなるかな。はい、洋室ではなかったね。うん、うん、よかったよ。でももうだいぶ黄色いね。うん、うん、よし、じゃあ測っていこう。これ最後かな、最後の交換かな。これが10月で 57g だったんだって。うん、さあ、で、どうかな、大きくなってるかな、減っとるやんけ。ダイエット、なんか最近ダイエット多いね。ダイエットしてる。トラ君がダイエットしなきゃいけないのに、もう虫たちの方がダイエットが上手だよ。やりますよ。もう大丈夫かな。4月のインディスまでにやりますよ。言ったね、言ったよね、今やります、来ましたね、皆さん。今現在何キロなので、うん、何キロ痩せますか。まあそうだね、5ぐらいは落とそうかな。5ぐらい落とすそうですよ。落とせるかな。さて、この土を
このここのマットかければいいかな。うん、かけんでもいい。溶けちゃった。元気がないかな。動かない。ちょっと動いてるけど。はい、押すかな。押す、これに入らんよね。うん、押すはちょっとちょっと違うの用意します。はい、はいはい、じゃあ押すの方をやっていきたいと思います。じゃあちょっと小林がね、小林が終わっちゃったね。終わっちゃったからね。よいしょ。はい、いけます。いけるかな。ドバーってまた出たら。その量はやめてくれ。その量はやめてくれ。どの辺にいるのかな。このままこうやってやっちゃっていいの？うん。出たっぽい。あ、出たっぽいね。あ、ちょっと待って。やっちまった。でかい。ちょっと待って、嬉しい。嬉しいけどやっちまった。そんな気がしたんだよね。いやー、マジか。初めて見た。うわ、でかっ、かっこよ。ちょっとこっちから撮ろうよ、こっちから。うわー、あ、ちょっと反対ね。やば、嬉しいよ。嬉しいけどやっちまったよ。すごい、でかっ。やっちまったな。やっちまったな。このままじゃダメかな。やっちまったな。やば、でっか。うるさいね、すいません。いや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 、おお、うん、その辺は一緒なんだね、あれと。うん、かわいい。お尻プリプリ。どうする、このままじゃまずいよね。うん、いい感じの。あ、でもいい感じだけどね。うん、このまま？いや、このままはまずい。これをこういう感じになってるからね。いや、人工養殖か。だね。うん、試練の時だね。だよな、なんか餌食べてないなっていう感じだったんだよね。うん、そうそうそう。そう、このデカさでそんなにね。なんかね、食べた跡がないっていうか。まあかっこいいわ。でも、いや、これ圧巻でしょ。このすごいね。ちょっと感動じゃない、うん、初めて見たわ、こんな立派なサナギ。いやー、オカミくん、ありがとうございます。いや、どうするの。どうするよこれ。どうしようか。やばいな。サナギですけど、まあ、どれぐらいか。いや、測れんね。うん、そうか。うん、これ154で足りてない感じだね。うん、うん、落ちそうなんだけど君。ちょっと緊急。緊急。この時間はちょっと100均空いてないな。いいな。てかこれすごくない、脱いだ後とか。うん、これはすごい。いやー、感動だわ。これをさ、これをさ、どう、これをこうしてさ、とりあえずここに入れるっていうのは。それかこれを立ててもいいけど。いやーどうだろうか。明日用意するまでの、うん、でもどうする、その間に床始まっちゃったらまずいよね。まずい、まずい、まずい。どうしようか。いや、どうしようもない、びっくりしましたね。焦りましたね。いや、でもめったに 見られないサナギの姿をね、こうしてまじまじと、うん、見ることができたのは不幸中の幸いかな。一応こういう風に緊急的にもともとあった洋室でなんとかね、
置けるようにはしたっていう感じだね。そう、置けるようにはしたけど、まあこれじゃちょっとどうなんだろう、難しいかもしれないんで、うん、明日ね、明日ちょっとすぐオアシスを買いに行ってすぐ作ろうそんな感じだね。そうだね、うん、びっくり。いやそれにしてもでかいわ。でかいね。でかい。だってさ、ほらこのさ、B 品ちゃんのさB 品言うんだ。いや、B 品って書いてあったからね、うん、比べちゃうとさ、もうほら、わかるかな、これ半分半分やで。ちびやな立派なんだよ、うん、めちゃめちゃ立派。どれぐらい縮むかがあれだけどね。いや、驚きの150、あのノギスでは測れなかったね。154以上な感じだったけど、うんうん、いや楽しみだわ。無事に浮かしてくれると、ね、そう、とにかくね、無事で完品浮かがね、もう本当に不全にならんようにせんといかんでね。そうだね、そうだね。いやでもまさかの人工溶質だからね、ちょっと心配だよね。そうだね、うん、急いで買いましょう明日。そうだね、うん、人工溶質って一回何、加水してから掘るんだったっけ。そう、あ、加水する前に掘った方がいいんじゃなかったっけ。あれどっちだっけ、調べよう。それもそうだね、うん、調べよう、うんうん、あの押すやつがあるといいんだけどね。あれね、グイッとね、うん、気が悪いでございますよ。そうなんですよ。もう掘って中に入れてあげた方がいいのかな、逆に。わからぬ初めてだからわからぬな。はい、はい、今日はこんな感じでまたまた事件が起きてしまいましたね。また事件が起きてしまいましたけど、なんとか君たちには完品羽化で完品祈願お願いします。そうだね、はい、じゃあ今日はこの辺ですね。はい、はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram もやってますので、そちらの方もフォローよろしくお願いします。はい、じゃあ今日はもうおしまいだよ。バイバーイ。